アルタイセディレリクルギノフカザフスタン共和国の政治家ヌルスルタン氏の市長。2000年彼は軍隊に勤めました。2001年彼はチーフスペシャリストとして働いており、カザフスタン共和国検察の中央事務所の人事部門で活動していました。2002年から2003年まで彼はカザフスタン共和国の検察総局の法的統計。 および特別記録に関する委員会の法的統計の形成のための部門の検察官として働いていました。2003年から2007年まで彼はアスタナの公務省の副局長を務めました。2007年から2008年までカザフスタン共和国法務省分析法開発課長。2008年から2010年スラッシュメディアグループ P の副部長。 2010年から2012年にかけて、彼は、カザフスタン共和国大統領行政の国家、管理部門及び組織的及び領土的作業の州、検査官でした。2012年2月8日から2013年4月4日から、西カザフスタン地域の副首相。2013年4月4日から2016年3月26日、ウラルスク市のアキム。 2016年3月26日から西カザフスタン地域のアキム。2019年6月13日から大統領令により彼はヌルスルタン氏の市長に任命されました。2016年8月、すべての秋元に最初の指導者の給与を開示するよう要,要求する要求が送信されました。アルタイクルギノフの西カザフスタン地域の支部の給料は 1>, 1ヶ月あたり742,527点ゲに達しました。ありがとうございます。